クラブリオです。今回は久々の検証動画やってみたシリーズで、しかもまだ試したことない薬草を試します。その名もボアカンガという薬草です。これ最近まで俺も知らなくて、知ってるよっていう人かなり少ないんじゃないかと思います。でネットでいろいろ情報を調べた結果、もちろん日本では合法で、依存症やうつ病に効く可能性、集中力が上がる、でボアカンガ自体に依存性があるだとか副作用があるっていう情報も特にネット上見当たらなかったので、今回動画で検証していきたいと思います。今回試すボアカンガはこちらです。ニャコのリラックス屋さんというところから提供いただきました。このニャコのリラックス屋さんからシャーマンリオチャンネルを見ている方々にボアカンガを少し安く買えるリンクをいただいたので、ボアカンガ試してみたいよって方がいましたら概要欄のリンクをチェックしてみてください。でニャコさんのホームページより借用した紹介文をそのまま読みますと、ボアカンガはバントゥー語で知識の木を意味し、古くから西アフリカでシャーマンによる儀式や民間医療に使用されてきた薬草です。イボガの禁煙種でもあり、精神活性効果のあるアルカロイドが多数含まれています。ボアカンガは脳を活性させる働き、穏やかな幸福感をもたらす働き、さらに性的欲求を高めることから、現地のアフリカでは美白としても使用されていると。摂取方法はいくつかあり、そのまま食べる、煎じたお茶を飲む、ジョイントにして煙を吸う、いろんな摂取方法があるのも特徴なんですけど、今回は一番体感が強いと思われるそのまま食べるっていう方法で摂取していきます。さらに詳しい人に聞いたり自分でも調べたりして分かったことは、以前このチャンネルでも紹介したイボガと結構似てると。まあ原産地もアフリカっていうことで一緒ですし、イボガの有効成分であるイボガイン、実際にこのボアカンガにも少量入っているそうです。でイボガといえば、実際にうつ病の治療だったり依存症の治療にどんどん使われてきているメディスンなので、このボアカンガも現代人を癒すメディスンとして機能するのではないかと。一つ注意が必要なのは、ボアカンガ自体カンナビノイドが作用する CB1 受容体との拮抗作用があるため、カンナビノイド系と一緒に摂取するとカンナビノイド系の作用が弱まる可能性があるんじゃないかなと。酔いを落としたい時はいいかもしれないですけど、カンナビノイドの酔いを楽しみたい時はちょっと注意してみてください。ということで早速実際にこれから食べて検証していきたいと思います。セットとセッティングの心得、精神状態と環境を整え、安全に十分配慮した上で撮影を行っています。詳しくはバッドトリップ徹底回避マニュアルをご覧ください。はい、それじゃね、ボアカンガ計量していきたいと思います。まあ、今回 1g 摂取してみようと思います。まあ 0.9 だけど、こんくらいでいいかな。それじゃあね、これボアカンガですね。早速食べていきたいと思います。味がめちゃくちゃまずいっていう風に聞いてるんで、口直しの飴と、あと消化を助けるために生姜をかじっていこうと思います。まずちょっとボアカンガとつながって、ボアカンガに感謝を伝えながら、ボアカンガとチューニングを今合わせてます。これまあ何でもそうなんですけど、口に入れるものはいただきますって やるじゃないですか。ああいう感じで摂取する前にちょっとこう瞑想するというか、祈りを捧げて整えるみたいなことをやってます。では食べます。確かにちょっとイボガに似てる。これイボガやったことある人もわかると思うんですけど、あの独特な苦味、ああ苦い、ちょっと気持ち悪くなりそうなぐらい苦いです。ちなみに今胃袋の中は空っぽにして、朝豆乳プロテインを飲んだだけの状態で食べてます。うわーきつ。今回ボアカンガを感じなかったからそのまま食ってますけど、こだりしてオブラートで飲んだ方が絶対いいです。あ、結構きついっす、これ。うっ、ちょっと生姜で口直し。生姜うめー、あーマジに生姜うめー。まだこれ半分なんですけど、マジできつかったっす。やっぱり胃がムカムカするんで、生姜はほんとおすすめっす。だいぶこの生姜を飲み込むことによって消化を助けられて、お腹も落ち着いてきたんで、うわー勇気いるけど、うわー半分っすよ。まだ結構あるんだけど頑張ります。
きます。はい、完食しました。ということで、ここから検証スタートしていきます。この後どう聞いてくるかお楽しみに。はい、今さっきから2分経過しました。口直しの飴を舐めてたんですけど、まず最初に言わなきゃいけないのは、俺はマジで敏感です。すごく聞きやすいタイプの人間です。今食べてから2分後にギュイーンってこう上に上がってくる感じですね。どちらかというとアッパーで、リラックスっていうよりかギューってこう一つの方向に集中できるような感じ、フォーカスって感じですね。一点をこう点で捉えて、そこにガーってこう自分の全エネルギーを注ぎ込みやすいっていう作業とか、とてもすでにとてもおすすめできる感じがします。で、吐き気は今んとこないですね。ちょっとこの胃袋がゾワゾワする感じはあるんですけど、これでも生姜かな、生姜でもそうなるからな。明らかに生姜じゃないエフェクトはやっぱここギューってここのサードアイに集約されてくる感じですね。例えばまあ CBN とか、まあ、THC、タイマーのインディカの効きとかってのは、こう、ファーってこう、広がってこう溶けるリラックス、ファーって広がる作用だとしたら、もうボア感が真逆ですね。ギューンって一つの方向に向いてるっていう感じです。引き続きレポートしていきます。はい、今6分半経過です。以前、タイで紹介したクラトムっていう、合法の覚醒剤っていう風に歌ってね、紹介した動画があるんですけど、それにちょっと似てますね。結構似てるな。思考に関しては、そんな哲学的な思考になるとかはなくて、むしろこう雑念がなくなるっていう、何も考えない状態になるから、朝がいいと思います。これ多分夜やんない方がいいです。夜やると多分寝れなくなります。明らかな覚醒作用を感じてるんで、ちょっと眠い時とかパッてこう気持ち切り替わんない時にサクッと摂取するとギューってこう持ち上げられるフローで一日が始められていいと思います。瞑想との相性もいいと思うんで、ちょっと軽く瞑想してみます。うん、瞑想との相性も結構いいんじゃないかなっていう。なんかこう撮影してることを簡単に忘れたんですよ、今一瞬で。今にフォーカスするっていう作用が結構あるのかなっていう。特にこう目を閉じて模様が見えるってことは今んとこないですかね。引き続きレポートしていきます。はい、今10分経ってます。今感じてるのは多幸感、この脳天に向かってバーってこう持ち上げられるような多幸感と、あと軽く吐き気、まあこれは今んとこ我慢できるレベルで、で喋ろうと思うといくらでも喋ってられるし、なんかこう見てようと思うといくらでも物をね、特に見え方が変わるとか曲がって見えるとか色が見えるってことはないんだけども、すごい集中して見ることができるって感じですね。わー、この葉脈の一筋一筋全部も細かい一つ一つに全部集中して意識の波長を合わせられるって感じですね。で、まあ集中しようと思えばできるんですけど、どちらかというと今はその外側のものを見るっていうよりかは、この多幸感を感じていたい。これ明らかに多幸感がありますね。やっぱりクラトムに似てると思うんだよな。多分ですけど、これ ADHD の人とかに結構相性いいんじゃないかな。俺結構 ADHD っぽいとこあるんですけど、なんか ADHD 特有のこのあっちあれ考えたりこれ考えたりバーってこう止まんない感じが、もうスッてこう思考のドライブがスッてこう落ち着いてなぎいてる。思考に何の雑味もなくてクリアに今感じている心地よさに委ねていたいなっていう気持ちになってます。シャーマンリオオリジナル瞑想用 CBD ブッダ、ヒーリング用 CBD マリア、どちらも大好評発売中です。はい、今15分経過です。聴覚にどう作用するのかなっていうのを検証していきます。まあ、キノコとか
1DLSD みたいなものと比べると、あそこまで音がめちゃくちゃこう色がついて感じられるみたいなことはないんですけど、やっぱり集中力が上がってる分、この音が出してるバイブレーションをキャッチしやすいっていう、めっちゃ集中して音を感じられるし、あとこれカリンバっていう自分のために演奏する楽器なんですけど、このカリンバっていう楽器はこの弾いた時の振動がバーってここから腕から伝わってきてハートまで流れ込んでくるような感覚に集中できて、これなかなかシラフの時はここまでは感じられないんじゃないかな。カリンバにはもともとそういう弾いてる人のハートを癒すような作用があるんですけども、それを確かに感じられる。振動が腕を伝って今俺の体を癒している感覚をキャッチすることができる。音楽って本当に癒しなんだなと。音楽はメディスンで、音楽は人間にとって必要なものなんだな、必要な癒しなんだなっていうことを今感じてます。引き続きレポートしていきます。20時20分経過です。はい、気持ちいい多幸感を感じてね、今窓の外には太陽が差してて入道雲が浮かんでて夏の空っていう感じを見てます。気持ちよくなるっていうことに対してものすごい強烈なブロックを日本人は抱えてる、集合無意識的に。で、俺結構その最近リューチェルさん亡くなっちゃったじゃないですか。リューチェルさんをめちゃくちゃ大ファンだったってわけではないけど、まあいろいろちょいちょいね見てきた印象は、自分らしさの解像度をとにかく高めようとしている方だな。どうやったらもっと自分らしいのか、どうやったらもっと自分を許せて自分を解放できるのかっていうところに対してすごい真摯に向き合って、いろいろこううるさいことね、ああだこうだ世間から言われる中でも自分をこう出すことを恐れず最後までこう自分を出し続けてた人なんじゃないかなっていうふうに思って、なんかまあ芸能人の不倫を叩くのも同じ心理だと思うんですけど、叩く人、アンチする人って多分俺羨ましいんだと思うんですよ。だって幸せで満たされてたらインターネットで中傷しようと思わなくねって話。俺そういうことしたことがなくてさ、まあ俺にもアンチは結構いて誹謗中傷のメッセージを受け取ったりするんだけども、このようにやっぱ悪はないっていう風に考えるのが好きで、そういったね、このネットでずっと誹謗中傷を自分がこう許せない相手に対して書き続けちゃうアンチの人たちもある種被害者だと思うんですよね。歪んでる現代社会の被害者で、救いを求めてるんじゃないかなっていう風に俺は思ってて、生まれてきたからには幸せになっていいんだよ、気持ちよくなっていいんだよ、生きているっていうのはとても幸せでありがたいことなんだよっていうことを伝えたい。なんか生きているイコール苦しみだみたいな、まあそれ仏教でそういう考え方あるけどいいじゃん。いや苦しいこともあるけど、でもそれを乗り越えて人生楽しんでいくこの波乗り、陰と陽なんですよ。苦しいことがあったら、陰が極まったら陽に転じるし、でそうやって自分とねつながって自分を癒して許して生きるっていう生き方と、こういうメディスン、大麻やアヤワスカや、まあ、今紹介しているボアカンガみたいなものはとっても相性がいいです。自分を許して自分をリラックスさせて自分を解放してくれる働きがあるんで、薬に頼ってるみたいな風に言ってくる人も中にはいるんですけど、電車に入れば広告ばっかで、携帯開けば文字ばっかり でネガティブなニュースもいっぱいあるっていう、もう戦場に生きてる中で何にも頼らないで生きるのって結構無理ゲーすぎんっていう。いいじゃん頼ったって。健康を害するものに頼ったらダメだよ。ヘロインとかね、それ覚醒剤注射したりするのは俺は良くないと思うけど、依存性も副作用もない、こういったものの力を借りて生きるってのは何も悪いことじゃないよ。
何にも頼らないで生きるのって、もう初期装備、もう木の棒とパンツ 1枚でモンスターがうようよいるダンジョンに飛び込んでいくようなもんでしょって、いいじゃん。わら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 バッドバイブスが溢れている現代社会と向き合って生きる現代人なんだから、メディスンの力、薬草で MP を回復する時間があったって全然俺はいいと思っています。引き続きレポート続けていきます。はい、今43分ですね。さっきがピークだったんじゃないかなっていう、ちょっと前の時の方がバーってこう、強い持ち上がる感じを感じて、今はこうゆっくりこう下り坂になっていってんじゃないかなっていう感じがします。引き続きいつまで聞くのかレポートしていきたいと思います。はい、ということで今1時間半経過しました。もうだいぶピークが過ぎて、多分 2,3 時間でこのまま切れていくと思います。今まで何してたかっていうと、DJ の練習をずっとしてて、でめちゃくちゃ没入できてイントゥーできたんで、やっぱりそういう作業とかクリエイティブな活動にはすごく向いてるんじゃないかなっていうふうに思いました。あと全くお腹が空いてないっていうのも、朝から俺何も食べてないんですけど、全くお腹が空いてないのもクラトンにすごく似てるんじゃないかなって感じました。はい、ということで撮影から数日が経ちました。今完全にシラフな状態なんで、改めてボア感覚がどういうものだったかっていうのを振り返りながら、あの6つのパラメーターで視覚、聴覚、思考、マンチ、体感、時間っていうこの6つの項目で、まあこれ初めてやる試みなんでちょっと探り探りなんですけど、まあこんな感じだったんじゃないかなっていうのを探っていきたいと思います。で、改めてこのボア感がカテコール系だなと思いました。冒頭成分、イボガインが入っていることから、もっとなんかサイケデリックスな効能があるのかなと思ったんですけど、完全にカテコール系で、クラトムだったり、あと南米で、まあ、コカインの原料としているコカの葉、あれまあ現地では合法なんで、俺ペルー行った時コカの葉やったことあるんですけど、そういったカテコール系、集中力を高めてフォーカスするっていうことにすごく向いてるメディスンだなと思いました。途中クリエイティブ系にも向いてるみたいなこと言ったんですけど、クリエイティブ系に向いてるって言ったのは編集作業とかによるもので、インスピレーション系、例えばなんかこう、俺ミュージシャンなんですけど、最初のこうメロディーが浮かんできたり、あ、こういう感じでいこうっていうよりかは、ある程度こう骨組みができてきて、それらを形にしていく、ちょっと事務作業的な、そういう段階に入った時に使うとすごくいいのかなっていう。特に向いてるのは多分営業の方、男性的な感じで自分の思いをはっきりズバズバンパ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 ンってこう、言っていくのにすごく役に立つなっていう。で、調べた感じ副作用とか依存性ってのはなかったんですけど、いかんせんボア感覚はデータがかなり限られてるので、あくまで使うときは自己判断で、少しずつ試してみて、もしなんか様子が変とかこれ合わないなってなったら速やかに使用を中止することをお勧めします。このチャンネルではセットとセッティング、つまりまあ精神状態と環境を整えて、摂取して検証する、安全にいよいよ楽しむっていうコンセプトでやっているので、車の運転だったり、まあ、ちょっと危険を伴う作業をするときには使用をしないでください。で、まず視覚なんですけど、これはまあかなり微妙なところで、まあ4ぐらいですかね。物が曲がって見えたり、綺麗な模様が見えたりとかは全くないんですけど、でも明らかに見るっていうことに対して、これカテコール系アッパー系なんで、ギューンってこう見る能力をブーストさせる能力があるんで、一点に集中できるっていう意味では普段よりよく見ることができるんで、サイケデリック的な効能で言ったら、まあゼロに近いんですけど、グッとこう集中できるっていう意味で4。で、聴覚、もう同じ理由で4ですね。音に色がついて見えたりってことはないんですけど、よーく集中して聞けるので。それから思考は、これは結構思考は変わりました。6とか7とかぐらい、 6.5 ぐらいですかね。普段俺割とこう中道的中立的で、なるべく偏らないように考えるのが好きなんですけど、途中普段よりかなりこう強くガーってこう言ってるところがあって、これはなんかこう普段のシャーマン流とちょっと雰囲気が違うなってのは、明らかにカテコール酔いの作用で、すごく男性的に作用しているっていう意味で、営業する人たちだったり、なんかこう疲労回復したい時、疲れを忘れて集中しなきゃいけない時に向いてるっていう風に思ったんですけど、でもこれもすごい体が疲れてて
でボアカンが摂取しまくって無理してこう体を酷使したりするのはあんまり良い使い方ではないとも思います。思いっきしはっきりメリスに頼って何が悪いんだっていうふうに言ってますけど、まあ、俺自身そんな、なんだろうな、なんか依存を推奨するようにも取れるようなことを言ってるのが、なんかちょっと普段こいつこういうこと言ってなくねっていうか、ボアカンガがないと生きれないみたいな状況になるのっていうのはすごい不健康なことだと思うので、自分がちょっと弱っていたり支えが必要な時に薬草を摂取して自分を癒すっていうことを伝えたかったんですけど、やっぱりあれは明らかにカテコールが効いてて、別に依存したってよくねとも取れるような言い方をしてたのはボアカンガの作用の仕方の特徴、なんかこう一個をゴリ押しするような思考に向いてる。あの戦時中、戦争の時に特攻隊がヒロポンって、まあ覚醒剤ですよね、当時こう服用してバーってこうゼロ戦で特攻していったなんていう話がありますけど、すごくよくわかりました。自分の意見をはっきりと相手に伝えたい時に便利なのかなと。まあ、結構大麻とかサイケデリックスでもいいじゃん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 何でもいいじゃん、うんそれもいいよねみたいな、全部ラブだよねみたいな風になるんですけど、まあやっぱ実社会では男性性もちゃんと使って自分の意見をはっきり言わなきゃいけないようなシチュエーションもあるので、企画のプレゼンをする時とか便利なのかなという風に思いました。でマンチに関してはもう重きしゼロです。もう空腹感ゼロです。あの時何も摂取してなかったんですけど、全く何も食べたいっていう風に思わなくなって、それはまあクラトンとか、まあコカの葉とかでも同じ作用を感じたことがあります。で体感に関してはこれ結構強かったですね。これもまあ 6.5 ぐらいあってもいいんじゃないでしょうか。明らかにこうアッパーにガーって持ち上げられる多幸感、カテコール感を感じました。で時間に関してはマックスで4時間ぐらいでしたね。ピークがだいたい30分1時間以内に終わって、その後まあなだらかな効きが 2,3 時間続いてるっていう感じで、なのでまあ合計4時間ぐらいだったらそのまま4にしておきたいと思います。はい、そんな感じで初登場ボアカンガの紹介いかがでしたでしょうか。まあ、あくまでその健康的にシラフの生活、普段の人生日常を底上げするためのメディスン、サイケデリックスの使い方を紹介するチャンネルです。あくまで健康的にセットとセッティング、体の状態、意識の状態が整っている状態でメディスンを摂取することをシャーマンリオチャンネルではお勧めしています。はい、興味ある方はぜひね概要欄からチェックしてみてください。まあ、初めてでも 0.9g 全然大丈夫でした。はい、あの強すぎるってことは全然なかったんで、まあちょっとずつ試したいっていう人は 0.5g ぐらいから始めても結構体感強かったんで効果は感じられるかなと思います。はい、もしね実際にボアカンガ試してみてこういう体験したよとかこういう感じだったよっていう人いたら、あのどしどしコメント欄に書き込んでもらえたら、このボアカンガ全然ネット上にデータがないので皆さんからのフィードバックお待ちしております。欲しいと思った方は概要欄のニャコのリラックス屋さんのリンクをチェックしてみてください。ということで最後にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。まあ、なかなか普段ね、あのサイケデリックス系というかね、もっとこうリラックスしてインスピレーションが高まったりこうバーって自他の境界線が解けるような、そういうメディスンを摂取する機会が多かったんですけど、まあ、俺の好みもあってね、まあ、今回はギュイーンと なった、なんかこう社会と向き合うような、そんなメディスンもあるっていうね、普段と違う動画が撮れてよかったんじゃないでしょうか。はい、画面越しの皆さんの日常が健やかで幸せで健康的で豊かで、やめる時も落ち込んだ時もそれは因が極まってるだけで必ず世には転じる日が来るということお忘れなく。それではいきます。ビーグラー。はい、伝わりましたでしょうか。See you guys for next. またねー。